ありがとうございます。お願いします。おはようございます。ヒムロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて今日はですね、いつものお店に久しぶりに来ましたね。この前無双で大爆発した動画をアップしてるんですけれども、まだの方はぜひパチンコチャンネルもご覧ください。あの日以来ですね、2日間動画の編集で家で缶詰状態でしたんで、ほんと久しぶりの実践となります。いつものお店リニューアルオープンということで、今日は10時半に抽選券配布の11時オープンと、初めてですけどね、ここ1年ぐらいかな、こういう変則的なオープンは初めてですけども、まあ、ちょっとは期待できるんかななんて思ってます。多分今日が6月11なんで、その11時に合わせてるのかなみたいなね、知らんけど、はい。そんなわけでですね、今日はまあ抽選も無事58番、まあ60人ぐらいしかいないんですけど、はい、ガメラちょっと行ってみたいと思います。もし無理やったらね、ディスクアップの方また頑張りたいと思いますんで、とりあえずちょっとローソン行ってアイスコーヒー買いますわ。ありがとうございます。アイスコーヒーのメガください。はい、今日もいつものようにメガサイズのアイスコーヒーをゲットしました。それでは戦いに挑みますか。いや今ね、スタッフの人と喋ってたんですけど、なんとですね、ガメラを入れてないと、もう入れないらしいです。やばいでしょ、絶対これヒムロック対策ですよね。そやからまあ下調べもできてない自分がアホなんですけど、まあ、でもね、それは10時間とかね編集してたらね、もうその下調べとかちょっと厳しいんで、まあ、仕方ないとして、まあ、朝一ちょっと B 花行って、こういう日しかね多分設定期待できないと思うし、使ったらディスクっていう流れで行こうかなって、まあ、そんな感じで頑張りたいと思います。はい、狙いはビーハナ。とりあえずですね、朝一の子役高確率状態を見極めてからのアクティブな大移動と、追い込まれたらディスクアップっていう作戦でいきたいと思います。画面は入れてないやばいっすよね。絶対俺対策でしょ。はい、ビーハナ到着です。いや、またこのパターンですよ。設定探しのために出たらね、もう間違いなく破産するんで、なんぼなんでも1台か2台までにしたいと思います。やばいでしょこれ、4000万吸い込んでますよ。いやこれね、今全体見てきたんですけど、なんかもうプラマイゼロとか、なんか中途半端なマイナス1000枚とかそんなやったんで、思い切ってこいつでいきたいと思います。押す。はい、それでは一応打つんですけど、相変わらずの客付きになってしまってるんでね、前代魔界モードっていうのも当然考えれますんで、本当に見切り、まあ、見切りの達人の腕を見せてやりますよ。はい、そんなわけでとりあえず朝一は B 花からのスタートでお願いします。あ、今ディールブルれなかったんで、多分据え置きなんですよね、知らんけど。やめやめや、これ一応機能出てるんで、一応まあね、据え置き狙ってみますけど、これであかんかったら諦めてディスクアップ行こうと思います。ほんま、たまには積もりたいですよね。めったに積もられへんもんな。いや、もうオフレがいっぱいも来ないですよね。やめやめ、波動も全然してないからね、分からないかな。
もうね3代目でね当初の予定とも違うし、ただ打ちたいだけの養分になっちゃってるんで、意地になっちゃってますんでね、1回ぐらい当てたいみたいなね。皆さんはこうならないように反面教師にしてください。これで当たらんかったらやめたいと思います。ああよかった、ありがとうございます。やっとや、ああもうチャラを目指すだけの一日になります。まあ、外れゼロっすわ、絶対ないと思いますわ。まあでも今公約高確率状態なんで、とりあえず打ってみます。おお当たった、ラッキー。あーってことはドンちゃんがレギュラーだと思うんで、あーレギュラーですか。皆さん今の滑りすごかったですね。7ゲーム持ってきました。やめてよ。よし、ありがとうございます。ここはビタで揃えたいと思います。成功しました。さあ乗ってきましたよ。やはりレギュラーの開放目で天国モードに上がったようです。おっ、なんだトテさん、アルゴミを出し続けてうんくまり状態ですか。だがな、うん、ピシッ、 OK、 外れ3回いい感じです。お、いやー美しい、本当に美しい。136、残念。めっちゃ自然に出てもうた。あー、いや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 、ありがとうございます。レギュラーですか。あー、これでレギュラーが逆転しちゃったんでね、ちょっとやばいですね。次はビッグに行きたいと思います。
久しぶりの遅れですわ。ほら2ゲーム連続ですよ。ハマリの合図ですわ。これ来るのか。おお、来ましたね。ありがとうございます。ちょっとここはね、流れを変えたいんで、ドンちゃんビタります。あと1回やっぱまだまだわかんないっすね、うん。あるのか。イエス、ここでね、当たったと思いました。ビタ止まりします。ビタ取りし、噛みすぎや。ビタ止まりしましたもんね。ただね、レギュラーも多いんだよね。ねえ、レギュラーでしょ。まあまあ、オッケーオッケー。きっちりね、ストック解除目出さないと。ここはしだれ柳初めてやな。おっしゃ、当たりました。皆さんありがとうございます。あー、よかった。上がった。ありがとうございます。乗りを収めたいと思います。綺麗やな。やっぱさっき乗りを止めたからね、ちょっと機嫌よくなったんでしょうね。もう挟み撃ちやから、まあレギュラーの可能性大ですね。まあ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 、でもベストタイミングです。ありがとうございます。上がってきました。
おお、きれい。決まりました。ありがとうございます。よし、いい感じです。初め2回なんですけど、そろそろね、ビッグ10回、9回目か、多分5です。積もりました。よし、ナイス。イエス、タカシプリン。兄さん、俺たちがおるぞ。ハズレ1回です。おい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 、すごいね。なんかなんじゃこりゃ。プレーです。ありがとうございます。すごかった、すごかった。ええの見れた。どうですか。外れゼロ。いやいや、さっきのやんか。ぼーっとしてて一瞬ビクッとしたけど、すごい連弾してます。すごい、久しぶりに見落としてしまいました。すいません、さっき赤7カクテル出てました。まあでも多分ほぼ5じゃないかなと思います。お、やったね。どうだ。残念。1ゲーム。兄さんのがこんなになってね、右間が。おかしいんちゃうか。いや、すごい出目ですよ。リプレイ当たりました。ありがとう。ありがとうございます。Good job!
おお、調子いいね。イエス、ありがとうございます。カーブは必ずしょう。さあ、決まりました。何枚出るのか。うそ。いやこれ富士山のこれねえ、たまたまに200着。おかしいんちゃうか。いや、すごい目ですよね、これ。じいさんも出てるし、角刈りもおるし、すごいな、これは。乗ってる時やっぱちゃいますよね。さあ、何でしょうか。久しぶりに大花火の音です。やったー、俺これ撃ってみるな。なんだろう、何者シムロクさんの決めた。魚団にピタしたいと思います。さあ、なんだなんだ。あー、レギュラーか。よし、ナイスですね、ありがとうございます。魚団かな。はい、ありがとうございます。ああ、すいません、ちょっと失神してしまいました、あまりにも突然の出来事で。いやー、すごい。これね、2分の1でドキドキモードに行くんで、ほんとね、レバー音楽お願いします。ありがとうございます。おい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 、きれい。ツーリール確定です。ありがとうございます。挑発やね、1万円はレギュラーか。まあまあまあ、じゃあもう一個さやったらドンちゃん確定やねんけど、どうでしょうか。レギュラーでしょうか。まあまあまあ、じゃあね。見てください皆さん、すごいの来ましたね。
久しぶりに見ましたわ。15年ぶりぐらいちゃうかな。うそやけど。ありがとうございます。久しぶりの遅れです。今チェコチェ滑ってたんですよね。イエス。さあ、これで流れ変わってほしい。さっきのチェリーかな。オッケー。違うんかい。おかしいやろ。基本的なね、モノメも綺麗ですね。レギュラー多いけどね。やはりレギュラーよりめちゃめちゃもうやっては、あーでもレギュラーっぽいな。やめてただいま絶賛魔界モードで、こうなったらもうとりあえずはめまくらんとしゃあないですよね。花火はビッグ感で1200ぐらいまでに当たらないとマジで分からなくなっちゃいます。いやー修行モードですよ。これが本来の B 花ですからね。遅れた。いやー、分かるんですよ。全然ね、こんなぐらいやったら全然まだまだやね。分かってんすよ。せやけど、この時間からはまられるのって一番やばいからね。2000枚ぐらいの椅子するからね。どっかでね、ストック解放しないと。遅れた。当たった。当たったよ。頼むビッグでやってくれ。とりあえずドンちゃんは否定されてるんでね。マジか。これ合格状態入りましたよ。ほら当たるようになってきた。遅れ合格状態ですよ。これがでもレギュラーだけどね。これねいつものパターンやったらかなり積んでるなんで
当たるだろうと思わせておいて、ここからまだノーボール500とか行くんですよね。それで出玉がもうごっそりいかれて、最終的に2000枚ぐらいしか出てませんみたいな。それだけは待って勘弁してほしい。もうね、おっくらでしか多分入らないんですよね。遅れ広角なってるでしょ。とにかく花火は遅れなんでね、やっぱり遅れの広角じゃないとやばいっすわ。当たったよ、皆さん当たりましたよ。多分ビッグですね、やっとです。当たった、あーでもね、2000とかいかんでよかったのかって。さあ乗ってきましたよ。さあ浮き出すのかストックを。ありがとうございます。いやもうここでパンクしたらもうマジでまたハマるんで、しょうがない。これは門外不出の費用です。皆さんにパンク回避打法をお見せしたいと思います。押す、また天国おった。ちょっとカメラが充電切れで、切れた瞬間にリプレイでフラッシュなしで当選しました。あーレギュラーやな。ボンちゃん来い。もうレギュラーは嫌やで。ああよかった、めっちゃよかった。いやもうこの300ゲーム感マジで、もう遅れも起きへんし、予約もめっちゃ悪くなってきてるんですよ。ねえ。やめやめ。実戦終了、お疲れ様でした。
見ました僕の凄さ。いや本当はねあんなもんじゃないんですよ俺の実力は。だけど今日はあの辺で勘弁しといてあげます。まあね最後のねあのもう1000枚ぐらい減ってるんでねマックスから、やっぱりねあれがね本来の角刈りなんですよ。もう本来の角刈りはねもう平気で2000枚とかペロリと吸うし、かと思いきや一撃で2000枚出たりとかね、まあディスクアップも似たような波ね描くことありますけれども、やっぱり B 花はねロックを打たないともう常にメンタルが不安定、もういつ大きい大ハマりが来るんじゃないかともうビクビクしながら打ってましたけどね。まあやっぱりね遅れが全く来なくなったり、もうアホほど氷落ちてたのがそれがなくなったり、そういう事象が起き出すともうハマりの合図です、経験上ね。まあなので某有名ライターさんとかはねもう56やと思ったらもう最後まで打てっていう人もいますけども、分かりますけども、もうねあの時間からねもう300突破したでしょ。そうするとねもうあのままノーボーナス800とか普通にいくんでね、もうそうなったらせっかくの手玉がね、まあまあ今からスーパー頭でね手玉目買って飲みますわ。じゃあありがとうございました。